新人合同10歳で第一クール頑張るぞ。おう、ユマ選手が、いやこれつけた方がいいっすみたいな言ってきて、髪の毛がこれでかいっす。いやもういい、もういいいらないっす。よいしょ、ワイヤーあったら40、30ぐらいです。そうですね、持ち味が飛ばすってことなんで、もっとキレ出してコンタクト率を上げて、まあ、代表ちゃんと上げていけたらいいなと思います。自分で追い込めるとか追い込んでケアをしっかりして、まあ、明日も元気よくグラウンドに出ます。お願いします。はい、じゃあそれ、今日も元気出して3日目、はい、第1クール3日目頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ディナージュ締め出したら終わりなんで。そうなんです。あ、全部出したら終わりなんで。雨の日全然多分肩弱いと思う。締めていきましょう。頑張ります。締め出さない。ここに何が締まってるの。いや、僕のそっから投げたらおかしいな。こんなんなんだろう。下肩上げ頑張ります。どういうこと。よし、ガチおもろい。はい、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 ちゃんとちゃんとしゃべちゃんとしゃべ。青山さんがインスタ返せって言ったんです。まあ、高校の時と大学の時で少しずつは増やしてはいるんですけど、そうです、キャッチボールする前にそういういろんな投げ方をしてから体の確認をしたりして毎回行ってます。自分は大事にしているのがこう軸、こう一直線で投げるっていうのは、まあ、前からずっと意識していることなので、まあ、そのキャッチボールで意識をしてピッチングとか立ち投げとかにつなげられたらいいなと思いながら投げてます。まあ、まだ体はできてはないと思うんですけど、こう徐々にどんどんいい体を作っていきたいと思ってます。まあ、まだ緊張感もあるんですけど、まあ、いい仲間と、まあ、楽しめたらいいなと思います。レオの剣道